宇野港の宇高国道フェリー専用バース高松港の宇高国道フェリー乗り場うこ国道フェリー株式会社は現在サービス業を主軸としている日本の企業本来は企業名の示す通り宇こ航,航路を主軸とする海運会社だったが2012年に航路の休止届を出しており海運業者としては休業状態にある本社は 香川県高松市北浜町一番一号。廃止された JR 四国の宇航連絡船は、宇航と故障していたが、宇航国道フェリーは、海上保安庁の故障に従い、歌かとしている。国道30号の海上区間をなしている、岡山県玉野市の宇野港と香川県高松市にある、高松港を結ぶ、宇航航路を運航していたが、2008年4月から、 国道フェリー株式会社に航路全面移管し、船舶運航事業から撤退した。一方、同航路の移管を受けた国道フェリー株式会社は、宇航国道フェリーという航路名称をそのまま引き継いで、運航を行っていた。同航路においては、瀬戸大橋との対向上、乗用車については、往復割引、回数券、コンビニエンスストアでの割引乗船券を、 発売するなどの様々なサービスが行われていたが、利用者の減少から2012年10月17日の運行をもって運休となった。以下は休止時点での運行概要である。創業以来の高松間の航路のみを運行してきたが、第二航路として、たくま水島の開設を検討していた時期があった。最終的に航路開設は実現しなかったが、 その名残として、現在もたくまに、右高国道フェリーたくま水島かり営業所の、看板を挙げた建物が残っている。コンピラ丸宇の高高松丸高松高国道、丸宇の高立林丸、高楽丸は、同系船である。コンピラ丸から、船首密閉型になる。国道丸高松高う丸の主公から、現行の空色ベースの塗装になり、 それに合わせて同時に就航している船も、関西汽船ベースの色から塗り直された。国道、丸、宇高丸は、同系船であるが、細部のデザインや、装備などが若干異なる。藤丸高松港藤丸高松港瀬戸大橋、開業後も橋の通行料金が高かったためトラックを、中心に、一定の需要があり、 複数会社が競合する状況で20年以上、終日等間隔の運行を維持していた。しかし、2008年4月以降は減便を実施し、さらに同年10月と2009年3月に、高速道路の大幅な通行料金引き下げが行われると、車両輸送は大きく減少した。2010年に一度航路廃止を表明したがこの時は、取り下げた。しかし、その後も、 抜本的な利用状況の好転が見込めないことから2012年に航路の休止に至った。2013年9月、国道フェリーは10月17日までの運行休止期間を1年間延長することを四国運輸局に届け出た。会社によると予定される瀬戸大橋通行料金の引き下げ後の水準を見てから運航再開の判断をする予定であるが現時点では 料金水準が示されていないため、休止を延長したという。しかしその後、報道や発表のないまま休止期間が終了となる2014年10月17日を過ぎており、再度の申請がなされていなければ、航路廃止となる。運行継続していた四国フェリーは、瀬戸大橋の ETC 通行料金引き下げの影響により、2014年7月に早朝深夜、 運行の取り留めを含む減便を実施した。その後も状況は改善せず、2019年12月15日を最後に運行を休止し、運行航,航路は全廃された。高松港のリ場バには、デイリー山崎国道フェリー高松店と、食堂、宇野港のリ場バには、山崎ショップが併設されていた。デイリー山崎は、航路休止後もしばらく営業を続けていたが、 2013年8月に閉店した。2010年当時、高松港のリーバでは、徒歩の乗船客の改札は行われておらず、下船の際に半券を渡すシステムであった。また、高松港、宇野港とも車両を伴わない乗客は2階のデッキの出入り口から上下船できた。香川県がうどん県として PR 活動を始めたのに合わせ、 利用拡大策として2012年5月2日から、ウコううどんフェリーの愛称を使用。船内売店のうどんを値下げするほか、船とタイヤを模した車掌のタイヤ部分をうどん券のマークと合わせたシンボルマークを作り、従来の車掌との併用を行った。航路休止により、この愛称は5ヶ月間のみの使用で終わった。2010年より、自社イメージキャラクターとして、 岡山県赤岩市在住の漫画家八滴暁のデザインによるマリンルックに身を包んだサーファーの萌えキャラ少女、マリンちゃんを制定。グッズも販売されていた。キャラクターは後に長子、ウタカ,カレンと、次子、歌歌4も加わり、マリンの名を、歌歌マリンと設定し直して、歌歌3姉妹となった。同社では保有していた三席を、修行順に、長女、 彼イコールコンピラマル、次女、イオンイコールタカマツマル、三女、マリニイコール国道ルの担当キャラクターとしても PR した。2012年には前期のウコウドンフェリー活動に伴い、ウタカ三姉妹にもうどんの丼を持ったイラストが追加作成された。また三姉妹のツイッターアカウントも開設。さらにフェリーの船内放送も三姉妹が担当するようになった。 コー休止が決まるとキャラクターグッズを買い占める動きが出たため会社側が購入制限を設定する事態になった。最終的にコー休止よりも前にグッズは完売した。ありがとうございます。